その所有権というのはまだ天皇が握ってるということです。そういうふうに解釈したら分かりやすいと思います。海外から見ると日本の原子は天皇ですからね。そうですよ。ですからで、ね、日本人が二元制になってますよね。ちょっとごめんなさい、はい、日本人勘違いしてるんですけど、日本人は首相というのがいますよね。総理大臣とかいますよね、はい、だけど海外から見たら別にそういったのなんか、まあ、失礼なんですけど、どうでもいいんですよ。国家元首というのはあくまでも天皇になりますから。ですから今ご夫人が言われたことは、まあ、私なりに解釈するのが正しいのかなと思ってあります。ただ私の意識は台湾は仲間だと思います。私たちはすべて法理に基づいてやってもいいんですよ。全てを我们的国策跟我们他特别强调就是说那是西蒙这边，那是台湾的下关条约。下关条约，光绪政府1895年，马关条约。马关的好吗？马关条约，中国皇帝，那个时候还是清朝皇帝啊，他为什么可以把台湾割让给日本？清国的不是中国，清国的国土，大清帝国的国土是大清帝国的殖民地，所以它可以割让给日本。可是台湾从1945年4月1号，台湾已经变成日本的国土。台湾不，日本政天皇不可能把台湾割让给中华民国。所以台湾一直都是地位未定，现在台湾从那个旧金山和平条约来看，还是地位未定的。なぜ松川さんがその第1号第1命令で蒋介石軍隊を台湾に派遣して日本軍の報復の儀式に参加されたっていうのは、実はね、裏話があるんですよね。中華民国の総統であった蒋介石と宋美齢夫人、宋美齢夫人はアメリカ留学で英語はペラペラでしょ。で、それにもお金もあるし、で、アメリカの政治家やら国会議員やら、それを全部買収したんです、ね、買収したので、カイロ宣言でチャーチルとルーズベルトとそれから蒋介石がいたときに、じゃあもしも、ね、こちらが勝てば台湾を、ね、中華民国にあげると、そういう口約束をしたんであって、決して条約も済んでもいないし、サインもしてません。それを結局は最後になって、講和条約を結んだときに、そのみんなでその台湾をね、台湾を中華民国にあげようという意思があったんですよ。それがたまたま内戦があって、蒋介石と共産党の中でガチガチしてる時に、で、7年の間、1945年終戦から1952年までの間はまだ戦争中です。ただ停止しただけであって、まだ戦争中っていうのを講和条約まだ結んでいないから、その7年間、ね、で、本当はここ台湾の占領した後には変えるべきなんですよ、3ヶ月後には、ね、ところが内戦でも負けそうだから、そのまま台湾に住んじゃったんですよ、紹介する部分がね。そしてまだ良かったことに、1950年に朝鮮半島の朝鮮戦争が起こったでしょ、うん、その時にこれじゃあもう台湾を返すんじゃないと、なんか共産党になったんだからね、それでじゃあまずここにおらして、その蒋介石軍隊をとの援助でもって、その朝鮮戦争に派遣しようと思ってた、あの時代、それがそのおかげで、その蒋介石がずっとそのまま台湾に残ったって言われたんですね。そして負けた後に今度は難民がどっと入ってきたんです。1946年から7年に、ね、もう負けそうです。なぜ講和条約にサインしてないっていうのは、2人が戦争してるんだと、どちらも中国は俺のものだってやってるんです。
ってるから、その国民党と共産党が。だから、あんたたちはサインさせないということにして、だから今だかつて台湾の教科書にはね、サムライスコット条約っていうことを教えてません。分からせないんですよ。みんな洗脳されて。これはもう台湾に返してもらったと思ってる。台湾も完全に返してもらった。そしてその条約を作ったダレスっていう方がね、初めもね、台湾はその、日本の植民地と思ってたんです。後になって吉田首相と会見の時に分かったわけ。これはもう国土省のためにして、正しく大臣用民法の中に、ね、ルナンスが入るんですよ。放棄っていうのは、ルナンスの放棄っていうのは、まだ取り戻せるっていうことなんです。はい、この問題についてね、確かに裏話はあるけど、それ歴史的にはまた別の解釈はありますから。多くというのは日本が東南アジアに侵攻している時に、補給路は中国から行ってるから、中国を参戦させることによって、日本が補給路なければ中国本土に敗戦ができるということの期待というのはそれあって、だからそのいろんな解釈はある中に、私たちは確かなことは言いません。裏話ですから、彼女もそう言いました。ただ法律は法律戦ってやってるのは間違いなくと、今まで。で、実はもう一つ、うちのリチャード最高顧問が話をしたいと思っています。 I want to say something about the Senkaku's Gaoyutai Senkaku Islands. The Taiwan Relations ActIt does not talk about Republic of China. It talks about Taiwan governing authority, okay? And their geography, their geographic area is Taiwan, Pescadores, and a few small islands. They have no right to be in the Senkakus. When you talk to the United States, you should tell. The Japanese government should tell the United States, here's the Taiwan Relations Act.The Taiwan governing authority is not the ROC. Why does this ship say ROC? You sell weapons to them and they use another name. That's illegal. And they're not allowed to be in the Senkakus. You should tell the United States, here's your Taiwan Relations Act. Senkaku belongs to us. Tell them to get out.英語わかるならば通訳しなくてもいいと思うけど、っていうのは、まあこれは私たちもずっと研究してたのよ。尖閣列島はどこに所属してるかという問題。日本は日本の領土、私もそう思うし、中華民国は中国の領土で言います。そこで彼氏いらっしゃる台湾における台湾関係法がアメリカと多様な関係、しかしその関係法に対して、台湾関係法において、まず尖閣列島は入っていません。そして台湾関係法は中華民国に対して関係を結んだんじゃなくて、台湾の管理統治者に対して、だから台湾統治者はいつでも台湾人がなっても誰がなっても統治者に対してのいい関係を、その台湾統治者に武器を売っている。だからこの武器を中華民国を撃つのは間違いないが、アメリカはおかしいと。そして尖閣列島が問題発生したとき、なぜ日本政府か、あなたが台湾との関係、台湾が尖閣列島台湾のものと言うならば、あなたの台湾関係をなぜ尖閣列島入ってないと言わないの。アメリカ政府は下手じゃない、日本政府は下手じゃないかな、まあ、こういう話大体。所以我们这一次来日本最重要让日本的朋友们知道台湾跟日本的关系。那么很多人在问说台湾跟日本到底什么关系，美国很多单位跟我们讲得很清楚，你没看清楚，二次大战1945年的时候是美国跟日本在打仗。所以今天雑談なんですけど、台湾が、まあ、私も負ける前まではニュースに同
大臣見に行ったからですね。それで、その蒋介石の連中が向こうに、台湾に入った時ですね、まあ、皆さんもちろん台湾の方がご存じだと思うんですけど、こういう話があったんですね。その、まあ、大変失礼な言い方なんですけど、その中国本土から入ってきた人たちは、小じきみたいな格好してきたんですね。そしてこういう網の籠の中に鶏が入ったり、傘が入ってたり、ね、ほとんど小じき同然ですよ。で、そういう姿を、その戦前からあの住んでた台湾の方々がやっぱり見てですね、なんでこんな連中がね、その台湾に入ってきてね。私も見てみました。あ、そうですか。私も見が見ました。私たちの上に立ってね、その支配するかという、こういう話があったんですね。まあ、あの雑談ですけど、ね。いや、実際にそれ、それです。いや、本当なんですよ。私は小、あの小学校2年だったから。まあ、現在出迎えに行って、そしたらなんとか、はい、おかしいね。日本の日本兵はちゃんとゲートの前で叱るんですよ。叱りしてたでしょ。果たしてきたね。だからね、私今ね、一番理解に苦しんでるのが、なぜ今の日本人は昔のような毅然とした態度がないのか。それはね、戦後教育の最初の負けたからってね、何もされてることない。それはだから日本人の正しなさが、昭和28年に日本は独立したアメリカたちで、その時に教育制度、家族制度、そういうものを復活すればと、当時のそういうその政府についてる人たちはみんなそのアメリカのから押し付けられたのをみんな腰抜けたと。それが、偉い人は立派な人はね、戦死して、まだ戦後に残った人は切腹して、ね、だからいい、素晴らしい、ね、なんかなんか私たちの二二八と同じですよ。二二八で全ての英霊を全部ね、殺されたんですよね。あのね、あの中華民国の占領投資のすさまじさを考えればね、もう1ヶ月もないうちに台湾の全ての日本があの使ってる会社から組織から全部を一気に入っちゃったのよ。台湾人は抵抗の余力はない、軍勤もないし、台湾人は温厚です。でまだね、日本人が帰るときにもう全財産全部残したんですよ。ただ1000円だけも出したの、お荷物一つ1000円だけも出して帰る。それも間違ってますよ。初めのうちはね、私は台湾人をやっぱり日本人と思ってたの、うん、だからマッカサーにね、じゃあこの600万の台湾人も日本人だから追い出せと、日本に追い出せと。そうそうそう追い出せでも、これも法律違反です。これも完全に法律違反です。まだその 1946年か7年ね、強制的に台湾人を全部集団的に中華民国の国籍に帰化させたんです。これも違反。そしてまた日本のね、日本の東京地裁でも台湾人の日本国籍を全部排除した。これも違反、ね、だから私はそれを告訴しようと思って日本政府を。日本はね、前その新国から活用された時に2年間の猶予を与えてくれたんですよ、ね、あとは日本人になるか、それで中国帰るか。ちょっと時間の関係ない一つの問題だけお願いします。一人一人です。いいですか。はい、あの今先着の話になったので、ちょっと沖縄とあの台湾に関連して、台湾が、アメリカとあのアメリカ軍が、じゃんと駐留できる、中華民国でなくなった場合、うん、アメリカ軍は駐留できるようになると思うんですが、そうなった場合、沖縄からあの台湾を守るための部隊を台湾に移すことができる。台湾から何、沖縄からあの海兵隊とか、はい、あの台湾を守るために沖縄に置いてある部隊を台湾に移動することができる。やがてそうなります。いや、私たちはむしろね、台湾から沖縄は日本を守る米軍がいると思って、はい、逆で、逆に考えてます。いずれにしろ、あの日本の国内の、あの基地の配置というあのアメリカと日本を引き裂こうというネタになっていることが、あの解決するというふうに、はい、よろしいでしょうか。はい、そうです。グアムに移動するって言ってるんでしょ、うん、でもアメリカの国会では反対しているんです。まあ、経費の問題だ、いろいろ問題だ。それはグアムだけ、まあ、あとは全部台湾に行きます。あ
台湾にね、2万坪のそのあれ、800人の入る会員さんの、すみません、ちょっと時間もオーバーしてますから、さっきから催促されて、まあ今日の会見本当にありがとうございました。私たちの会見の結論としては、私たちはアメリカ占領下で日本所得ということを強調いたします。私たちは日本人である、今後は日本と共に共存共栄していくつもりであります。どうかよろしくお願いいたします。またゆっくり、また挨拶をしてください。I can write down. I mean, we have a lot of stuff on the internet. We have a lot of stuff on the internet. There's an index that has all the articles listed on there. You can pick whatever you want and go in there. 型号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 I don't know, because you know they're helping us, because they didn't want to send the ID cards to the bank. So they can use the ID card and enter the United States without being the same. So there's no notion because there's no any other mode. I'm not sure AIT has all the knowledge about this. If there's some way you can ask maybe the State Department or something, it might be better. Next month, I have to go to Thailand. Oh, well, then maybe that would be a time. And you should also have a picture or something. Say, look, these are being issued, and I know these are being used. These are being used, and here's another Taiwan civil government. So, I mean, there's a relation of this and something. AIT, they're kind of a low-level organization. The State Department's not tired. Oh, flag for you. So we've got one of these, right? Okay, I you have one, okay, fine. あ、どうですか、ちょっと待ってください。あ、失礼します。 Mine's a six in the middle. They kind of made a mistake. But the email is fine. The email is fine. ああ、そうですか。今度また来てみます。
目前都无迄个咩呢？你啊讲台湾刀看者，啊，你啊讲卖讲。
自由说话，你是外八旗，你是外八旗，哦，哎，这张我买袂一几多钱哦。 来，看起来选举不需要。
はい。ありがとう。すごいね。いいよね。当前呢，那美国如果不来入境的话，其他国家就不敢来。美国一听呢，就是本来英国。所以法院紧急提出，为了说这个选举这个贿选的问题太严重，必须有个国会的专案小组来调查。那这个结果呢，这样子不执行什么那样就好了，这样就 OK 了，对不对？然后就看后面怎么安排，最好是就说啊，暂时把政权转移给民政府。ROC 先下达一个功，就这么决定，最好是。你不说了就算了啦。这边较窄，你坐下来。嗯，奶奶。祖先啦，祖先，那个祖先要讲。哎，到你勉强去的。哦，那祖先，
Thank you.
大家都翕翕翕会着。